はい、えー、2020年向けのエルゼミ夏バージョンの告知の取り直し動画でございます。はい、レクセニコ氏弁理士の安在です。よろしくお願いします。えー、このエルゼミまあ2020年向けのですねエルゼミ夏バージョンのお知らせというものは一度各先生方が動画を撮ってまあ配信されたんですけども、ちょっと我々宮口先生と私の方で え、撮り直しをさせていただいて今再配信というふうにさせていただいています。なんでそんなことがあったのかというとですね。あの、我々の講座の特典をはっきりさせましょうということです。はいで、得点はですね。あの、過去問の添削もやりましょうということです。はい、過去問の答案の添削も我々やりますよ。というのが特典でございます。 でどういった形で添削を受けられるのかというのは宮口先生の方の動画アップされていると思いますのでそちらの方を確認してください。はい、それが特典ですほ、ねはいまあ、他の先生はあの多分そこまでされないと思うんですけれども我々宮口安寂クラスはそういったこともしますよということをお伝えさせていただきたいと思います。えそれで まあ、取り直しではあるんですけどね、えー、前回お話ししたことを少し、えー、ここでも話させてもらうかなと思います、えー、試験があコロナウイルスで延期となりました、はいえー、秋以降ということになりましたねでそれで、まあ、不安に思っている方だとかペースが乱れていらっしゃる方も多いんじゃないかと思いますまあ担当受ける方から、まあ、担当免除で論文受ける方という方もいらっしゃると思いますけどもあのー、まあ 今何を勉強しようかなと迷っている人も多いんじゃないかと思います。で、まあそういったこういったコロナのその延期にかかわらずですね、毎年いただくんですけども、宮口先生と私はエルズミスペシャルというものをまあ3月までしているわけですね。毎週月曜日やっているわけです。で、3月に終わって4月、5月、6月ともう3ヶ月。 我々の添削を受けられない日々が続くとで当連とかで他の先生の添削とかを受けるとでそうすると宮口先生とか私が「えー、ここは書いてくださいよ」とか「これは書かなくていいよ」というふうなあそういった答案でずっとやってきたのにその他の先生からは真逆の指摘を受けると。はい そんなことがあってでそれを4月5月6月と経験して、えー、7月の本試験に行くというのがこれまででどうやらそれでバランスを崩してしてまう方が多いいみたいなんですね、はい、なのでいつもこの4月5月6月3か月何か先生方の講座ないですかとか添削を受けるチャンスないですかとかいうご要望はたくさん頂い,いていたわけです。で今回は コロナウイルスというこの状況もあってですね、まあだからと言ってというわけじゃないんですが、まあそのご要望に応えられるようなのはこのゼミになったのかななんていうふうにも思っております。はい。それでですね、えー、まあ具体的な進め方、スケジュール、どういったコンセプトでやっていくのかというのは、宮城先生の動画だったりですね、あのまあ多分この動画を見る前に。 テキストの方でスケジュールをご確認されたと思います。7月、8月、9月、10月まで確かかかるんだったかな。はい、全8回ですね。宮口先生と私は変わり番号に出てくるという講座になっています。詳しいスケジュール、時間とそういったものはテキストの方を見てください。で、明日明日も始まってしまいます。で、あと定員制だったかな。なので、ま、選選着順ですかね。なので。 考えている方はお急ぎいたただいた方がいいい方がと思います、はい、それでまあ「L ゼミ」ということで、まあ、私も宮口先生最初はまあ宮口先生と他の先生が実はされてたんですねもう10年ぐらい歴史があるゼミですねで私も2014たりぐらいからやっていますねもう長いですねはいで2019年合格 まあ直近ですね2019年合格のエルのゼミ出身者っていうのが実はこれまでの記録を更新したと実はこれまで2016年のエルゼミが一番多かったんですこのエルゼミ出身の合格者ねそれが2019では記録更新ととてつもない数字を出してくださったということでまあ今年もそれに続いて 行きたいいいなとと思っているところでございますそれでちょっとこれ持ってきたんですけどねはいあの令和元年度の祝賀会まあ2019年ですかこれはい2019年度ですかね令和元年度の合格祝賀会とまあ全体こんなふうにこれ関東会場ですけどねあのちょっと全部映んないぐらいの人数いますけどねでこの中でちょっとこれ裏返すとですねはい えー、各先生方のしょクラスごとのなんか集合写真みたいなのがあるんですけどこれ宮口クラスですよ、宮口クラス。はいね、あの収まりきれないぐらいですよ、はいで。合格体験記とかポスター見た方、あのー、宮口クラスこんないるんかいっていう風なあ印象を持たれているかもしれませんけど、あのまさにそうです、はいで。ここにいらっしゃる方はもちろんエレゼミ あの出身者だけじゃなくてねあの入門生とかも入ってるんであのエルゼミ出身者だけを移したわけじゃないんですけどまあ新宿はいつもこのぐらい出てるということですね、私、どこにいたっけかなと思って探したらですねいないんですけど、ここです、これ、な,これこれな,なんか丸いのをこうね振ってるでしょ顔出てないんですけどこれ、私ですね、確か、ちゃったかなえ、えああこっちだったかもしれないあ、あもうわか顔出てないぐらいです、そのぐらいいると。 いうことですねはい、えー、なので、えー、こんなコロナの状況ではありますけどもどうか今年受かってですねこの宿泊会もおまあちょっと宿泊会はどうなるかわからないんですけどもぜひ合格を掴んでいただきたいなと思いますはいでいつも言ってますエルズミーの人だけじゃなくてね、えー、今年2020年度こんなふうに大変な状況ではありますけどもぜひとも 2020年度合格の弁理士は優秀だと先輩の弁理士の先生方ベテランの先生方からですね言っていただけるようによく勉強して大変な時期だったけどよく頑張ったと言われるように勉強していきましょう、はいえー、繰り返します「エルゼミ」の夏のバージョンです7月に始まります、えー、もうすぐ始まりますのでねお申し込みご検討されている方は急いでください はい、ではお待ちしております。よろしくお願いします。